ございます。おはようございます。まだね、起きてません。目が、顔が、脳が、すべてが。昨日は予告時間に寝れたと思う人。正解は1時間押して、タイム、自分的なタイムより2時になりました。はい。なんでやねん、なんで1時間押したねん。私は何をしたねん、本当に。ああ、困っちゃう困っちゃう、本当に。だからとっても眠いです。とっても眠い&とってもお腹が空きました。お腹が空きました。朝はとりあえず食べずに行って、現場になんかあるかなって思って朝ごはんを待ちます。でもお腹が空きました。今日余計にお腹が空いている。なんでだろう、わからない。おはようございます。朝ごはんってみんな何食べるの？なんか家でさ、あんまちゃんとした朝ごはん何食べていいかわかんない。パン派が多いね。まあ楽なのかな、パンって。どうなんだろう。温めたり暖房せずに食べようと思えばパンって食べれるから。あーね、ゼリーね、ゼリー食べようかな、お腹空いたから。ご飯に味噌汁です。いいねいいね。今仙台から帰ってきたの？朝帰ってきたのね。ヨーグルト、確かに。準備はほとんど済んでる。納豆が食べられたらめっちゃいいのになって思う、自分で。納豆は食べられなくて、そう、だから納豆食べれたらいいな。朝でも、朝から納豆でも多分たくさん食べる人いるもんね。オートミール偉いね。オートミールはお家にあるけど、一時期めっちゃハマってめっちゃ食べてたけど、うん、最近食べてないな。私ハマったらめっちゃとことん食べちゃうんですよね。
納豆人生で一度だけ口にしたことがあります。がしかし食べれなかった。オートミールにヨーグルト。へえ。オートミール何したかな。オートミールなんかいろいろしたな一時期めっちゃハマっていろんなのしてたけど、そのまま食べたことあんまないか。でも一時期ハマってた。もうね、朝はそんな時間がない。何かを作る時間がほぼないですね。作る時間があるのは昼ご飯以降ですね。そうそうそう、あの、一つねみんなに聞きたいことがあったの。昨日仙台のライブを見ながら思ったことなんだけど、これはだいぶ前から思っててみんなになんか聞こうかなって思ってて、そうで聞こうかなって思って忘れて、聞こうかなって思って忘れてっていうのをなんかずっと繰り返し、ここ5年ぐらい経ったんだけどなんかさ、コンサートってあるじゃん。でさ、そのコンサートってさ、照明がめっちゃあるじゃん、暗いやん。それでさ、なんか普通のさ、何、例えば照明がないところだったら関係ないけどさ、その暗転してる時にさ、どんぐらい顔見えてんの私たちの次の曲までにさ、行くまでに暗転してるじゃん。その時にさ、一番前の人とかだってさ、はっきり顔めっちゃ見えてんのかな。どっち、前の人は見えてんの。だからさ、めっちゃさ、こう、あ、もうずっと前の方たちらへん見て笑ったりしてるんだけどさ、どんぐらいあんのこと見えてんのかなって、そういう時思って。そうとか、なんか2階の方見てあははって笑ってるんだけど、多分いつも。まあ、ちょい見えるぐらいってこと？一番前とか二番目とかだったら見えるよみたいな感じ？へえ、まあそりゃそうよね。いや、この時どんぐらいの人が見えてんだろう、何列目まであんらの顔がめっちゃ見えるんやろうなって思いながら考えてやってたよね。でも人の視力によりそうですね。わからないっていう人もいれば、2列目までは見れるよとか、3列目まで見れるよって方もいるし。これは視力による問題だったそうです。変なことしないわでもなんか逆に私たちからのライブあるあるっていう回だと、まあ別に確かに1列目2列目3列目とかの前の方とも確かに目は合うと思うんだよ。けど意外になんか後ろとかの方が、そう、私たちってさ、ずっとさ
基本下向いてライブをすることになっちゃうじゃん。逆に1列目2列目3列目とか近くの方を見てると、そうでさ、下向いてライブしてるとさ、 2階3階の人ってすごくさ、私たちのさ、なんかもう頭皮じゃん。だからさ、私たちってどっちかといったら基本さ上向いてることの方が多いと思うのね。そうだってさ、1列目2列目3列目の人たちはもうとりあえずさ紙席じゃん、何されんでもそうだからさ、意外にさ、なんかそのこんぐらいとか、まあちょっと上とかの方がさ、なんか目合う確率は高いよね。そう考えた時ってどうなの？そうだから真ん中らへんとか奥の方の方がなんか目は合いやすい気がする。だから意外になんか前じゃなくても、なんだろう、落ち込まないで意を確信持ってください。学校です、学校頑張ってん今まで2階席しかないけどそれ聞いたら元気出るって、元気出してフ会場の空気に入れるだけでいいんです、天才かて買います。天空席、でも天空席ってさイコラブそんなある？まだあんまないんじゃないの？ある？どっからが天空席っていうの？2階ってもう天空席っていうの？どこなんだろう。何からが天空席なの？3階なの？あんまだって3階があることって少なくない？なんかあんままだ天空席というあれをね、天空席がある会場を経験したことは少ないかも。横ありとかでしょ？横ありの時はさ、わかるけどさ、でもさ、今はさホールみたいな、ホールツアーっぽい感じじゃないですか、今回のツアーは。だからさ、なんかそんな、なんかどの席も変わんない気がする。確かに横割りとかになってくるとあれだけど、席が重要視されるのかもしれませんが、今のツアーはそんなに重要視、みんな落ち込まないでね。だから
アリーナとかさ、そういうとこじゃない限り。今はホールだから。ツアーに来れないよって方もね、ツアーに来れないよっていう方も落ち込まないでね。気が遠いだって、君の歌が聞きたい。東京着席なの？知らなかった。福岡参加。席の席があるのか。なるほどね。新潟以降あるの？客席が？なるほどね。まあ難しいよね。チアとスケブ準備してるって最高。でもメンバーもみんなできる限り自分のファンの方をね見つけようとしてるし、でもパフォーマンスを一番大事にしなきゃいけないし、でもその中でファンの方とのコミュニケーションも一番と同じくらい、パフォーマンスと同じくらい一番に大事にしないといけないし、みんな見つけようという気持ちは必死にあると思う。まあどのメンバーのファンの方も見つけて、推しメンが見つけてくれるのが当たり前って思っちゃダメだし、そうメンバーも見つけようという気持ちはねとてもあるけど、もちろん地上に立ったら考えることってやっぱたくさんあるから、だからね、そう私は絶対あんちゃんを見つけます。それはそう。それは当たり前って思わせて。
そろそろ7時、あでも7時までに終わんなきゃだな。目が悪いキャちゃんだけは見つけられる、かわいい。今日って寒いの暑いの？なんか暑そうなんだけど、すごい後ろの光が差し込んでいる感じを見る限り。リサちゃん今日遅い組で喜んでた、笑う。めっちゃ喜んでた、めっちゃがついてるじゃん、めっちゃ。どんだけ喜んでた、いいなぁ。いいなぁリサちゃん。じゃあリサちゃんまだ寝てんのかな。寒いの？外は意外に寒い。マジか、まずか。ニコニコだった。意外に寒いのか。傘いるやん。なんか本当にさ、わかんない。私こうやってさ光が差し込んでたら今日あったかいって思っちゃう人なのね。で外に出たら大間違いってことあるからね、気をつけます。でもすっごいね、もうね今日ね光が差し込みすぎてて。ダウンはいらん。それはそう、それはそう。なんか見た目で決めちゃうな、太陽の感じで。でもちゃんと寒くない格好でお願いしますって感じで、そろそろ終わりましょう。13位から読みます。13位がてっちさん、12位がたかひろんりー、11位がいとこんさん、10位がじっすん、9位がせいた、8位がとも、7位がゆうじ、6位がマツケンさん、5位がレグルスさん、4位がユーシスさん、3位がヒラさん、2位がゴエスさん、1位がサシナユイさんです。ありがとうございます。1人目、シロさん、2人目、ミカーさん、3人目、ケンケンさんの3人がランダムです。じゃあじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんパー。じゃあみんな今日も一日ファイトです。私たちも頑張ります。いってらっしゃい。朝から見てくれてありがとうございました。バイバーイ。大阪公演明日？明日か。楽しみましょう。バイバーイ、ありがとう。みんなが笑顔で過ごせることを願っております。バイバイ。